今回は不足の混じった政府の計算について学習していきましょう。はじめに括弧の中を整理します。この場合すでに整理されているので計算は必要ありません。括弧の中に下限の式などがある場合はそれを計算しましょう。次に上序の計算をしましょう。下限の式と上序の式が混じっている場合、上序の式を先に計算します。 8×-2 は -16 です。最後に下限の計算をしましょう。 9-16 は -7 です。これで非則の混じった政府の計算はおしまいです。それでは練習をしてみましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょう。それでは答え合わせをしていきましょう。1番は括弧がないので上序の計算をします。2×6 は12です。次に政府の計算をします。3+12は15、答えは15です。2番は初めに括弧の中を整理します。-7+2は -5 です。次に上序の計算をします。4×-5 は -20 です。最後に下限の計算をしましょう。5-20 は -15、 答えは -15 です。2問とも正解できましたか？最後に今回の学習のおさらいです。はじめに括弧の中を整理します。次に上序の計算をします。最後に下限の計算をします。これで今回の学習を終わります。